千棘ちゃんのお家。おっきいね。ほんと、千棘ちゃんの親って何やってる人なんだろう。どうしよう、私大したもの持ってきてないんだけど。お嬢はプレゼントの値段で人を測ったりはしませんよ。何そのドヤ顔。ところで、なぜ貴様がここに。やだな、聖四郎ちゃん、水臭い。帰れ。あ、千棘ちゃん、今日はお誕生日おめでとう。なぜみんながここに。本日はお嬢のお誕生日ということで、恐れながら私、お嬢に内緒で皆さんをご招待させていただいたのです。ちょっとこっち来て、ダーリン。え、なんだよ。どうしよう、私まだみんなにうちがギャングだって言ってないのに。え、お前まだそんなこと気にしてたの。何よ、そんなことって。私そのせいで今まで友達ができなかったのよ。気にして当然でしょ。おい、みんな、こいつんちって実はさ、ギャング？日本でいうヤクザみたいなもんだ。へえ、やっぱり千棘ちゃんすっごいお嬢様だったんだ。すごいね。だって一条くんと同じってことでしょ。あれ、どうしたの？な、平気だろ？さあ、こちらが本日のパーティー会場になってますので。ハッピーバースデー、オジャー！お誕生日おめでとうございます！いや、今日でお嬢も16歳ですから、このサプライズもなんかやってもいいもんだよな。おお、今回はお友達も一緒なんですかい。お嬢が友達連れてくるなんて初めてなんじゃないですか。ね、嬢ちゃんたち、今日はよろしくな。はい、よろしくお願いします。あれ、お嬢、なんか普段と様子違くないです？妙に嬉しそうというか。別に。これはこれは、お嬢の語学友の皆さんもいらしてくださったのですか。ようこそ、歓迎いたします。はい、本日はお招きいただきどうも。おや、おやおや、これは一条家の落語坊ちゃんではございませんか。これは困りましたね。坊ちゃんはさぞ素晴らしいプレゼントをご用意されてるでしょうから、私プレゼントを渡すのが少々恥ずかしくなってきましてよ。こいつ、だんだん態度が露骨になってきたな。はい、千棘ちゃん、早速だけどプレゼント、文房具セットだよ。私小説。大したことないものだけど。そんなことない、嬉しいよ、すごく。お嬢、お嬢、俺たちからのプレゼントも見てください。じゃーん、演歌 CD1000 枚とバナナ1年分でござい。お好きだと聞いたんで。ちとげちゃん、演歌好きなの？まあね。では、次は私から。坊ちゃんのプレゼントに比べれば粗品かもしれませんが、お受け取りください、お嬢。超高級車、マイバッハのオーダーメイドモデル。いや、免許とかないし、いらないわ。ギャ、あれ、坊ちゃんも意思と決めろよ。くそ、これほどプレゼントを渡しにくい状況があるだろうか。俺、誕生日おめでとう。おしゃ、こちょ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 、これどういうつもりだ。こりゃあれか、お嬢がゴリラだとでも言いてえのか。え、そんな、俺は真面目に店で見たときビビッときたというか。ありがとう、嬉しいよ。なお、いいっすか、お嬢、こんなんで。いや、お嬢がいいならいいんすけど。お嬢、なんで。
んだよお前、そんな顔するやつだっけ。あれ、あんたこんなとこいたの。おう、ちょっと休憩。あっそ、私も。それにしても、あんたのプレゼントのセンス最悪ね。思わず笑っちゃうとこだったじゃない。んだよ、やっぱ芝居かよ。気に入ってねえならさっさと捨てていいからな。バカ、私たち一応恋人同士でしょ。大事にしないと怪しまれるじゃない。だから大事にするわ。仕方なくね。お前本当は結構気に入ってんじゃん。なわけないでしょ、バカ。そうか、大事にするわか。くそ、柄にもなく可愛いこと言うからちょっとドキッとしちまったじゃねえか。って何ドキッとしてんだよ俺は。せっかく今日小野寺が約束の女の子かもしれないってはっきりしたのに、運命の相手に巡り会えたと言っても過言じゃねえっていうのに。ねえナク、ちょっといい？あんたにさ、ずっと聞いてみたいことがあったんだけど、聞いてもいい？あ、なんだよ改まって。あんたってさ、10年前に会ったっていう女の子のこと今でも好きなの？はあ？お前まだ。だからあの子はそういうんじゃ。いや待てよ、10年前のあの子まだ確かめたわけじゃねえけど、あれってやっぱり小野寺だったってことだよな。だとしたら、まあ好きだよ。そう、じゃああんたさ、ザクシャインラブって言葉を聞いたことはある？